日の山の天気はどうかな。セニョールさんが晴れ男だから大丈夫ですよ。やっぱりそうかな。自然も味方にする僕はすごいよね。そうですね。あえて同調しておこう。二人とも準備はできているのかの？もちろんです。オイル、タイヤも点検しました。ウォッシュ排気は少なかったので補充しました。準備万端です。ほう、感心感心。博士、明日は高速道路を使っていくんですよね。あれ、セニョールさん急にどうしたのですか？セニョール君、何か心配事があるのじゃな。実は先日高速道路を使おうとして料金所に行ったらETC ゲートが開かなかったんですよ。だから高速道路で行くのが心配なのですね。セニョール君、もしかしたら ETC の接点が汚れてしまっているかもしれんの。もしかしたらこの前ジュースをこぼしてしまったのがいけないのかな。セニョールさん、 ETC の接点に汚れが付着しているのかもしれませんね。では今回の指令と行こう。ほい、セニョール君、ETC のトラブルを防げ。博士、 ETC の接点部分が汚れているとゲートが開かなくなってしまうんですか？ ETC の接点が汚れていると ETC カードの読み込みができなくなるのじゃ。でも博士、 ETC カードの入り口はすごく狭いのに汚れるのですか？ ETC の設置環境は砂ぼこりなどにさらされて想像以上に過酷なんじゃよ。でも ETC を分解して接点を掃除するなんて僕にはできないですよ。博士、 ETC を分解せずに接点を掃除する便利な道具はないのですか？そんな時はこれの登場じゃ。カードみたいになってますね。あと何か液みたいな容器もありますね。それが ETC 接点クリーナーじゃよ。博士、これってどうやって使うんですか？洗浄液を数滴カードの布の部分に浸して ETC 本体に数回差し込むだけなんじゃ。意外と簡単ですね。 CD プレイヤーのクリーニングと似てますね。そうじゃな、方法としては同じ仕組みじゃな。これで何回くらいクリーニングできるんですか？約50回から60回じゃ。それなら一度買ったら長く使えますね。これに ETC 本体の他にも IC カード対応のものにも使えるから便利じゃぞ。博士、価格はいくらなんでしょうか？セニョールさん、価格が気になって仕方がないみたいですね。価格は税込み1890円じゃ。僕のお小遣いで買えますね。博士、もし ETC ゲートが開かなかった場合はどうしたらよいですか？開かないのが入り口なら設置されている係員呼び出しボタンで係員に知らせるのじゃ。バックしたりするのは絶対にダメじゃぞ。追突されてしまうからの。出口ではどうしたらいいんですか？ハザードランプを点灯させインターホンなどで係員に連絡し指示に従うのじゃ。料金は係員に ETC カードを預けて課金処理してもらうのじゃよ。知らないとその時にパニックになってしまいますもんね。 ETC レーンに入る時はいつでも安全に停止できる速度に減速し開閉バーが開くのを確かめてから進むのじゃよ。確か20キロ以下の速度でしたよね。それと ETC カードの挿入確認や有効期限も事前に確認しておかないとですね。その当時じゃ。 ETC トラブルを防止するためには定期的なクリーニングと対処法で決まりじゃ。よく考えたらどこにも身近に行くのか決めてない。セニョールさん。